よし、じゃあ続きやっていこう。あ、バトルだね。バトルスタートか。あれ、これどの続きだっけ？ちょっと日にちがいちゃったもんだからさ。あ、ここか。シルバーと私たちの情報を照らし合わせると。あ、またあのミニキャラ？あ、違った。この副寮長強えな、みたいな下りが。植物園内にいるのがジャミル、トレイ、ルーク、そしてそこに合流したのがリリア。ならもうカリムたちは捕まっちゃった後だよね、これ。なんだよ。なんでそんな、煽って怒る顔してくる。海猫くんたちと一緒にいたアズールとお兄ちゃんがいねえってことは、ああ、購買部に向かったみたいな。二人はどっかで別れたんだろうね。植物園にケイトさんたちが向かっていたはずですよね。カリムさんたちと一緒に捕まっちゃったかな。捕らえられた人物の中にケイト先輩の姿はなかったようだが。僕がデュースから情報を得てからかなり時間が経過している。うん、そうだね。捕まっていないのならすでに離脱したと考えるべきだろう。うん。どうじゃ。あれあれあれ待って、待って。この神出鬼没め。そうじゃな。わしが植物園に到着したとき、すでにケイトは逃げた後じゃった。あら、そう、それなら。いや、面白いよ。リリア先輩、いつの間に背後に。どういうこと？足音一つ聞こえなかったわよ。立てたよね。おーおー、すごいすごい。あっぶね。おお、もう外出てきちゃってんの？あ、ジャミルとリリアは一緒に来いってなんか言ってたな、なんか。チッ、避けられたか。ヤハイを殺して近づいたつもりだから。お前も従者だもんね。そうだわ、暗殺者殺すのに気配消せるもんね、お前も。この、暗殺チームじゃねえか。ウミヘビくん、何そのサスマタみたいなの。あ、持ってんだ、すでにサスマタ。お前のような手足が無駄に長いやつを取り押さえるための捕獲アイテムだよ。はっシルバー、わしがお主の気配に気づかぬほど猛獄したと思ったか。くっ、泳がされていたのか。あ、なるほどね。ここの状況をシルバーが見に行ったのもすでにリリアは気づいてたんだ。あ、リドルさん、後ろ。え、わあ、なになにだ。どっち、セーフかアウトか。あ、もう お前らもいんのか。捕まえ損ねたか。ドレイ君の腕をひらりとかわす姿。風に乗る真紅の花びらのごとし。実に可憐だよ、ロアデューローズ。ドレイ、ルーク。しまった、囲まれた。私とフロイドで退路を開く。あんたたち、遅れないでついてきなさい。逃がすかって言って、こことバトルなのか。なるほど。さっきはあれだね、ケイトと、あ、ケイトが敵チームでって感じだったけど、今度は、おぉ、おぉ、ジャミルの面白い、なんか、なんだかんだで初めて見た。もう2万か。はいはいはい、本当にさすまただね。前、お次はこいつ。任せてくれよ俺の力、思い知れ。うん、オッケー。なんだかんだ2ターンで終わったね。見くびるなよ、愚か者め。そろそろあれかな、ワッペン取れよって言われるかな。言われす、あ、まだ大丈夫だ。手はず通り。で、これは脱落者はいないのか、どっちだ。道が開いてた。退却よ。なるほど。退却できた。ああ、やばい。なんかもう体力。体力限界の子がいる。もう息が続かない。一人遅れたぞ。取り囲め。なんかもう、バトルロワイヤルだな、本当に。リドルが囲まれた。引き返して助けよ。怪物どもが金魚ちゃんに引きつけられてるうちに、遠く逃げて体勢を立て直した方がいい。諦めろ。しかし、残念だけど、今はそれしかない。先に進むわよ。チクショー。なるほど、リードルがここで離脱かな。では、手はず通り、ここで二人に別れよう。ルーク、トレイ、リドルの確保は任せたぞ。わかった。で、近づいて、ついてくるがよい、ジャミル。はい。なるほど、暗殺チームと別れたのか。悪いな、リドル。捕まえさせてもらうぞ。豆も尽きた。ここまでか。おう。肩ポンってやったんかな。優しい脱落の仕方だね、これも。やはり、ケイトの言う通りだったね。ん？敵意はないという顔をしている奴ほど要注意言ってたね、そのこと。分かっていたのに結局君に捕まってしまった。俺は特別なことは何もしていない。
追い込まれてきたお前を最後に捕まえただけだ。他のメンバーがすごかったんだよ。言うて、あのメンツについてこれる？お前絶対普通じゃないからな。絶対すごいからな。そんなことはないさ。とても力強い走りだったよ。バラの縛りへ。というか、君たち二人は文化部だろ。運動部である僕が脚力で負けてしまうなんて。屈辱だ。こいつサイエンス部って言っときながらムキムキだからな、こいつら。おかしいもん。なんかバランス。反省を込めて、バルガス先生の指導のもと、第一巻で筋トレを始めることにするよ。ではね。ん？植物園から体育館に向かうには来た道を戻って校舎を回った方が早いと思うけど、どうしてすごく遠回りな校舎を回るルートへ向かおうとしてるんだい、ロアドゥローズ。ハートの女王の法律第412条、森で動くメガネを見たら来た道を戻って本当かそれ、その法律本当か、何森で動くメガネってトレイはメガネをかけている。そして木々を生い茂る植物園の周囲は森と呼びなくもない。万が一にも法律違反は許されないからね。それじゃ。真面目な顔して一体何言ってんだこいつは。ハートの女王の法律。なんてミステリアスなんだ。実に興味深いね。意味があるのかないのかわからない不思議な法律ばかりだけどな。せやな。なんでこのイベントで新しい女王の法律がわかるんだ。なんだあの法律本当に。なんだったんだ。これらしい行動ですって。やっぱでも8つは変わらない。一応10を回してるから700をキープはできているけど。あれ森だな。これ何、俺たちじゃねえや。あの、ビルさんたちは森戻ってきたのかな。あ、本当だ。森に戻ってきてる。あ、リドルの代わりにシルバーが加入みたいな感じか。怪物チームは負けた、かな。そのようだな。あれ？ベタちゃん先輩は？え？先ほどの奇襲の最中で、はぐれたのかもしれない。マジ？俺がリリア先輩に泳がされていたことに、もっと早く気づいていれば、すまない。命のやりとりしてるわけじゃないんだし、そんなマジになるなって、ゲームじゃん。でもやられっぱなしは面白くねえから、どうやって仕返ししてやろうかな。リリア先輩は俺の行動を予測し追ってくるはずだ。だろうね。付き合いが長いならその分行動も読みやすいだろうし。じゃあこっからクラゲちゃんと俺らで別行動しようか。え、農民チームは固まって行動していた方がいいってビルさんが言ってたのに。臨機応変でしょそんなの。つうか別に見捨てるって話じゃねえから。まずクラゲちゃんは、俺らとはぐれたフリーで単独行動してもらう。で、俺とグッピーちゃんは少し離れた場所でクラゲちゃんをマーク。なるほどね。クラゲちゃんを一人だと思わせて、メンダクちゃんとウミヘビくんを誘い出したら、俺とグッピーちゃんで後ろから豆でポポポポーンポポポーンかな。いや、このカタカナでこの字面見ちゃうとポポポポーンだよ。メンダクちゃんは超すばしっこいし、ウミヘビくんの身のこなしとし動体視力がいい。こっちの存在を、死人でいいのかな？まず豆を避けられる。つうか、グッピーちゃん、実はすげえ濃厚だからね。あ、そうなん、あ、そうなんだ。あれ、マジ不当だよね、君。え、俺が、やっぱ自覚なかった。俺とウニちゃんたちが戦ってるところに飛び込んできた時も、その距離で外す？みたいな。腕力ねえのにカッコつけて片手で構えるからだよ。投射口ブレブレ。あ、なるほどね。そうだね。じゃあ両手の方が絶対いいな。安定感の方が大事だよ。だから怪物チームに豆を分けたいなら気づかれねえように相当近づかないと無理。そんな。でも確かに全然脱落させられてないかも。は。はじゃねえ、てめえ寝てたろ。まずい。立ち止まっていたら急な眠気が。睡魔に落ちる前に行動を開始しよう。俺らしい行動として、あ、お前のセリフやったか。まっすぐ殺し合いも向かうことにする。あら、殺すなの？殺し合いも行っちゃうの？あいよ。じゃあ、俺らは少し離れた場所からクラゲちゃんを追いかけていくね。リリアさんたち以外の怪物チームもまだ残ってますよね。気をつけなきゃ。
そうね、今残ってるやつらってそこそこ装備も充実してるだろうし。ああそうだ、もう後半戦とかだよな多分。昼時、え、急に悪い先輩じゃん。で、後ろから噛みつかれないように気張っといてね。びっくりした。もう脅かさないでください。驚いて眠気が飛んでいった。感謝するなんかやっぱシロは天然だよなそれじゃ行くかただただじゃれてただけだった。